こんにちは。キリンを漢字で書くとこういう感じで森になるということで、私の本名は森です。あなたの産地を奪っていく伝説の盗賊森です。はい、ということで今回は実在した伝説の盗賊たちをドドンと5人ほどご紹介していきたいと思います。ではいく。犯罪界のナポレオン。19世紀頃、とあるドイツ生まれのアメリカ人犯罪者は、その紳士的な態度と天才的かつ巧妙な手口で物を盗み出す怪盗であることから、当時は犯罪界のナポレオンという二つ名で呼ばれていました。その怪盗の名前はアダム・ワースといい、こちらの名前では知らない人が多いかもしれませんが、アダムは後にあのアーサー・コナン・ドイルが書いた推理小説、シャーロック・ホームズに登場する主人公ホームズの天敵である大怪盗ジェームズ・モリアーティ教授のモデルとなった人物でもあります。そんなモリアーティ教授のモデルとなったアダムですが、その頭脳はフィクションに登場するモリアーティ教授に引けを取らないほどで、それに加えて犯罪手口が芸術的であったことから大衆からの人気も絶大だったそうです。もともとアダムはアメリカで銀行強盗やスリをしていたので逮捕されてしまうのですが、いとも簡単に脱獄に成功し、その後はフランスに赴き、犯罪者が集まる賭博場の経営を始め、そこで犯罪仲間を集めては犯罪組織を作っていたそうです。そうやって集めた仲間の中から特に腕のいい仲間を厳選し、自らは手を汚すことなく仲間たちに犯罪をさせることで自分だけが捕まらないようにしていたのだとか。ちなみにアダムは自分自身を天才であると分かっており、頭脳を持った人間はピストルを持ち歩く権利がないという皮肉が込められた名言もあったりします。ちなみにこの名言についてどういうことって思ったので、特に考察するわけでもなくその意味をググってみたのですが、その時なぜか頭脳を持った人間はストールを持ち歩く権利がないと検索されてしまい、おしゃれなストールの巻き方について学ぶことができました。そして小説の中でモリアーティ教授とホームズが敵対していたように、アダムにとってもアメリカの警備会社のビンカートン探偵社というライバルがいたのですが、ビンカートン探偵社曰く、アダムは今まであった敵の中で最も変わった犯罪者だったそうです。ネズミ小僧。江戸時代後期に飛び職を本業としていた次郎吉は、賭博で金を使い果たしてしまったことをきっかけに大名のお屋敷をターゲットとして窃盗を繰り返し、いつしかネズミ小僧と呼ばれるようになりました。ネズミ小僧はターゲットを大名に絞っていたため、武家社会に不満を持つ市民からは評判が良く、反社会の象徴やダークヒーローとして人気があり、当時は落語や歌舞伎のネタとしても頻繁に使われていたようです。ですがネズミ小僧が巨大な大名の屋敷を狙っていたのは、特に武家社会に不満があったというわけではなく、単に大きな屋敷だと面積が広い分忍び込めさえすれば警備が手薄で、また大金が置いてある屋敷の奥には女性しかいないことが多かったので盗みがやりやすかったからなのだそうです。とはいえこういった計画性に富んだ一面からもわかるように、頭の切れは相当良かったようです。ところが最終的にネズミ小僧は捕獲されてしまった結果、崩壊処刑されてしまい、その生涯に幕を下ろしています。そして一方その頃鬼太郎ではヒカキンさんが子供たちのためにスノーマシンをありったけレンタルしていた。そして処刑された後にネズミ小僧の家を調べたところ、なんと金品が一切出てこなかったことから、ネズミ小僧は盗み出した金品を貧しい人々に配っていたのではというネズミ小僧イコール義賊説の噂が流れ、この噂は現在でも一部で信じられています。また当時は重罪犯に対する処刑は本人だけではなくその家族にまで及ぶものだったのですが、ネズミ小僧は処刑される直前に複数いたはずの妻たち全員と離婚をしており、誰も巻き込むことなく処刑されることを選んだことから義賊説がより信じられるようになったそうです。ですがこの説に関しては証拠があるわけではなく、金品を酒や女、賭博に使い果たしてしまったという説が最も有力なのだそうです。幼い悪魔。20世紀前半にアメリカで暗躍していたギャングのレスター・ジョセフ・ギリスは、その残虐性によって裏社会からも恐れられ、伝説のギャング集団でもあるアルカポネですら彼を扱うことができず一味から追放したほどだったそうです。また一味を追放された後は、当時23歳だったジョセフはなんとなく腹が立ったという理由でアルカポネの団員を殺すなど、とにかく誰も手がつけられなかったそうです。ですがその凶悪性とは
裏腹に顔立ちが幼かったため、周囲からはベイビーフェイスという二つ名で呼ばれていたのですが、本人はそれをすごく嫌がっていたので、もっと残虐性を磨いてベビーフェイスなどと呼べなくしてやろうと考えたそうです。その後、ベイビーフェイスは最強の社会の敵と呼ばれたジョン・デリンジャーと組んで銀行強盗を繰り返し、強盗をする際には必要以上に暴力を振るうなどをして、自分の凶悪性を社会に見せつけようとしました。そしてこの時、最強の社会の敵とまで恐れられたデリンジャーですらも、え、そこまでする?と言ったそうです。なんか普通のリアクションが逆におもろいですよね。ですが結局ジョセフもデリンジャーも FBI 捜査官によって射殺されてしまいます。しかしこの時もジョセフは凶器をむき出しにして FBI 捜査官の2名を返り討ちにしたそうです。世界一裏切られた盗賊。19世紀にイタリアが統一された際にイタリア山岳地帯に多く存在していた盗賊団を全て統一し、イタリア南部で暴れ回っていた山賊がいました。彼の名前はカルミネ・クロッコといい、貧しい身分の者たち総勢2000人を配下として従わせていたことから、ブライの大将、総大将、裸の大将、ノロマ大将、ジャイアン、キザル・ヒサメなどと呼ばれて恐れられ、まあ、後半は嘘なんですけど、2万リラもの懸賞金がかけられていました。ですが、山賊の大将として恐れられていた一方で、統一されたイタリアに立った新政府に対しても抵抗運動を行っていたため、テロリストとしての一面も持っており、新政府反対派からは英雄として扱われていました。もちろん俺らは抵抗するで、ゼロで、まあ、みたいな感じです。ちなみに、クロッコが新政府に抵抗していたのは、新政府に対して強い恨みを持っていたからで、というのも、もともと山賊をしていたクロッコは、逮捕された後すぐに脱獄しているのですが、それから間もなくして新政府軍から勧誘を受け、しかも軍に加われば金を出すとまで言われたので行ってみたところ、この勧誘話自体が嘘で、すぐに再逮捕されてしまったことから、新政府に対して恨みを持っていたようです。そしてこれ以降も新政府に恨みを抱き続け、復讐を果たすべく2000名の仲間を募って反逆運動をしますが、次第に新政府の強さに気づいた仲間たちが次々と裏切っていき、最後には仲間の一人がクロッコのアジトを新政府に内通し、その結果クロッコは処刑されてしまいました。このようにクロッコは歴史的にも類を見ないほど仲間に裏切られた人物としても知られています。裏切り者にはゴールドエクスペリエンスレクイエムを。モナリザを盗んだ男。イタリア人の芸術家レオナルド・ダ・ヴィンチが描いたあの有名なモナリザを盗み出した盗賊がいました。彼の名はヴィンセンツォ・ペルージャといい、もともとはモナリザが展示されていたフランスのルーブル美術館の職員を務めていた人物でもあります。ある日ペルージャが美術館で働いていると、翌日は美術館が休みになるということを知り、彼は仕事が終わっても帰宅せずに館内に残り、そして翌朝になると目立たない服装に着替え、他の警備員の目をかいくぐりモナリザを奪うことに成功しました。そしてこの一大事件によってフランスの国境は封鎖され、全然関係ない他の美術品窃盗犯が逮捕されるなど社会に大きな影響を与えますが、ペルージャは2年間も捕まることなくモナリザを自宅に隠し持っていました。そして何と言ってもこの事件の肝は犯人の動機で、ペルージャがモナリザを盗んだのは金銭が目的ではなく強い愛国心の表あれだったそうです。というのもモナリザはイタリア人のダ・ヴィンチが描いたものであり、その絵がフランスのルーブル美術館に飾られていたことから、ペルージャはこれをフランス人によって盗まれたと勘違いしてフランスからモナリザを取り返そうとした。しかし実際には盗まれたどころか、ダ・ヴィンチ自らがフランス人のフランソワ一世に贈り物として渡したのであって、これは完全にペルージャの早とちりというか勘違いだったそうです。はい、ということなんですけど、ちなみにペルージャといえば中田英寿さんがペルージャ時代に決めたあの豪快なオーバーヘッドには僕も心を奪われましたね。素直に謝罪です。はい、ということで今回こんな感じなんですけど、この動画を見てキリンはとんでもないものを盗んでいきました、あなたのほくろですと思った方は高評価とチャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくです。おい、はい、ということで賢者タイムなんですけど、昨日の動画のコメント欄見てたらですね、昨日プレゼントでいただいたこの、グリムゲルデがですね、実はまあ、元々こういう感じなんですけど、これをまあ、このキリンバージョンにこう塗装とかをし直して、まあ、キリンバージョンになってると。でこの角もですね、このキリンのこれのキリン
はい、キリンバージョンになってて、で、この多分目もね、このここに穴開いてると思うんですけど、これが多分僕の目みたいに多分なってて、しかも帽子もちゃんと青い帽子をかぶってるみたいな、なんかこういうすごい仕様になってる、キリンバージョン、キリン専用グリムゲルデみたいな感じとして送ってきてくれたということがですね、判明しましたということで、すごいですね、これ。イエーイイエーイみたいな感じで、はい、ありがとうございますと。昨日、はい、まだなんか同じような動画になっちゃったんですけど、はい、そんな感じでした。キリンバージョン、グリムゲルデ。はい、ということでした。さよなら。